何も出て、ああしずくさんだ、しずくさんの喋れるのが出ただけ。ここは一本道だね。一本道だから、ここ来た跡があるね、宝箱があるから。ここまでは合ってた。こっちには行けない。ここも一本道だーって言ったところ、降りていく。ここまでが合ってたで、あのユーマさんだきっと。違う、ちょっとバトルこの人。おー、ご一家揃ったー。ユーマのママさん、パパさん、ユーマさん、違う、隣のユーマさんだ、別人別人だった。ここはちょっと劣化切りしようか。あれどうなった。劣化切りできなかった。これも取らせていただこう。でたらめランプ、でたらめランプ、頑張れ。どうかしら。まあ体力回復するだけでも大きいし、あわよくば一人、すごい。あ、ちょっとだけユーマのパパさんがちょっと残ってしまった。わー、吹雪されてる。仕方がない。えい。でももう勝てる。よし。よかった。で、勝っていけました。よかった。雪大根だって。寒いところで育った大根って甘いって言うよね。そうなのかな、どうなんだろう。で、ここで、ちょっと待って。今、ここからやってきた、こっちに、いや、ここ特にでも何もないな。あれ、ここじゃなかったか。ここじゃなかったか、分かれ道。ここ、あの人見つかる。これで、左に進んでしまったからか。こっちに進んだからダメだと。こっちじゃない。ちょっとこの人戦ってから行ってみましょう。右側の道。わー、複雑なのと、ね、若干こう、バトルが不安だから、ちょっと不安感がすごいけれども。まあでも、徐々にレベルが上がってるのは確かだから、臆さず行こう。ちょっと間に合うかな。仲間の歌、長さん。どう間に合った。おー、長さん、心が通じ合いました。よかった。これちょっと、イマージェン研究家さんの、が進んだと思うんだけれども、今間違えて、オリバーくんが戦ってくれてたけど、あー、それ取りたー、体力全部回復したかった。まあ、それは仕方がないか。でも、ちょこちょこ、こう、結晶が集まっているのが何に使えるのかを気になりつつ、ジョーさん、仲間にします。お願いします。お名前はこの人はつけずに行こうか。今のところね、このまま行きましょう。ジョーにジョーと名付けます。よろしいですか。はい、ジョーさん、よろしくね。ちょっとマンホールで待っててね。よかった。で、こっちが行ってないんじゃない。ちょこちょこマップを見ながらで大変お見苦しいかもしれないけどな、気がするよね。でもね、さっきここ来たのかな。もうわかんないぞ。もうわかんない。でもなんかこの、大地の切れ端みたいなの見たような気がする。まあ、戦えてはいる。あ、ユーマさんが仲間になれる。頑張れ。間に合う。間に合いそう。ユーマのパパさんにめっちゃ狙われてる。やったユーマさんと心通じ合いました。これはまた後ほど、よし、お願いして、劣化切りしてしまおうか。吹雪が来ちゃった。できれば吹雪前にと思ったけれどもできなかった。劣化切りはできた。
マジックポイントがちょっと回復しつつ、実力ってやつだ。よかったーよかったー、やった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 。ちょこちょこ仲間が増えてくれるのはとてもありがたい。ユーマさんじゃなかったかもしれないけどね、イマジン研究家さんが探してるのね。ユーマさんを仲間にしますか。はい、マホールに送られます。この人も今のところはお名前つけずにこのまま行きましょう。ユーマさん、ユーマと名付けます。よろしいですか。はい、マホールで待っててね。で、あ、ロボがいる。あ、この人はとにかく戦っておかないと危ないから、戦って、今のところよしよし、マジックポイントもこれで多分、全部回復できたんじゃないかなと思われます。よしよし。で、そのロボめっちゃ気になるね。どっちにあっちに進むんじゃないかなとは思うけど、この人めっちゃ気になる。どう、こいつ前にゴーストの谷でも見たでって、一体何なんやろな。こっちこっちに凍ってるけど、溶かして動いたらかなわな。ほっといていくで。なんか仲間になりそうな感じはするけど、ほっといていくでってしずくさんがおっしゃるから、そうせざるを得ないのか。ちょっとなんか悔しいけど、こっち道あるのかな。あ、でもこっちしか進める道はなさそう。行ってみよう。だし、この人はバトルしていこう。危ないから、後ろからわーって来られる方が良くないから、バトルしていきましょう。で、ね、人間チームだってもうレベル全員38だもん。いい感じに、なかなかいい感じに。こっちかな、こっち。モニューモニューだー、モニューあったモニューあった。ここは絶対にしっかり回復して、セーブもしておきましょう。よかったー、モニューあってー。で、今来た道はこっち、こっちしかないかな。マップはどんな感じ。そうだね、右に進むで良さそう。あー、星マークがね、しっかり見えたから、この吹き出し状態じゃなくて。もう近いのかもしれないかな。こっち行ってみましょうか。おうだね、一本道、他には道なさそう。ボスじゃない？この開けた感じとさ、ね、このちょっとバトルっぽい感じと、気づけば魔物もいないしさ、この辺。うわー、ボスな気がする。行くしかないね。でも回復もできてるもんね。行くしかないか。いやー、行ってみよう。ボスな気がする。イベントだけの可能性もゼロじゃないけど、始まった。何か始まった。風かな、なんかすごく風が吹いて、わー、なんか来た。狼かな、こんな感じ。忠実なる氷の魔老、アンブレイクグレイク、読み切れなかった。ボスだね、バトルだね。どうしようか。ボスはなるべくオリバーくんが戦うのがいいんじゃないかなって思ってはいるんだけど、ルルくんの方がもしかして、で、劣化斬りの方がいい。まず守りシフト。劣化斬りの方がもしかして相性がいいかな、どうかな。128は、なんか来る。間に合わなかった、守れ、突き抜けちゃった。吹雪ブレスだって。これは守らなきゃいけないやつ。ちょっとオリバーくんに一旦変えてみる。オリバーくんの魔法、なんだろう、何もされなかったのかな。ちょっと相手の何かを見そびれてしまった。アイスボール守る、間に合ったね。今のは間に合った。ジャイロさんの方に行っちゃった。で、
魔法をしてみて、豪雨、激しい大雨を降らせて敵全体にダメージを与え封印状態にする。ミラントさんのやつだね。こっちの方がいい。一旦やってみようか。封印状態どう？どう？豪雨どうかな？どうかな？ダメージはある？封印になっているかと言われるといまいち、いまいちわからないな。わからないな。なんか動いてる気がする。危ない！これは守るやつだ。守るやつ。吹雪ブレス。守るは間に合ったけど。でも倒れてる。倒れてる。で、もう一回魔法して、こっちは聖なる矢はどうかな。どう？劣化切りの方が良さそうな感じがしたね。守るは間に合った。硬直、硬直。動けない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 。 よし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 。ルル君に変える。ルル君劣化切り、霊気ガード、ガードだから今劣化切りしてもダメってことなのかな、かな。あ、さっきのそれかな。ちょっと確信持てないけどそうかもしれない。今劣化切りでどう？どうかな？どうかな？劣化切りの方が結構しっかり攻撃できてる感じ。アイスボールが来るから守れ。硬直してる、硬直してる。必殺技のやつが出たからこれ取りに行った。イコロニャさんごめん、譲って。よし来た、デタラメランプ。頑張れ頑張れ頑張れ。とりあえず回復もできるし、デタラメランプどうだどうだ。319。おおお、しずくさん知ってるか、獣は火に弱いっていうこと。寒いとこの獣やし効果があるかもしれんで。やっぱりやっぱりそうなんだ、それはやっぱりそうなんだ、なんだけど、でもこのでっかぎりがさ結構さマジックポイント結構使っちゃうんだよね。大丈夫かな大丈夫かな。おおおおおお、チャンスチャンス来た、チャンス来たからここは戦えにするしかない。これは取らせてほしい。よしよしよし、デタラメランプ、デタラメランプ。今このチャンスの間にデタラメランプ。頑張れ頑張れ頑張れ。いやー、でも劣化切りよりこっちの方がやっぱり強いから、これはこれは必殺技はやっぱり取りたいところ。ガードって言ってもそこまでこう長い時間ガードされているという感じでもないんだね。危ない、アイスボールが来てしまう。守れ、こっちじゃなかったか、今ジャイロさんの方に行ったんだよきっとね。戦えがしたいけど時間が、ルル君の時間がだんだん厳しい。アイスボールちょっと誰に向いてるのかわからない。ジャイロさんがずっと攻撃されているのか。ルル君の時間が来てしまったからオリバー君に変える。オリバー君もじゃあもしかしてファイアーボールの方がいいかな。でもファイアーボール自体がそこまで強いね、魔法じゃないか。アイスボールが来ちゃうのはどっちに誰に。大丈夫だった大丈夫だった。だからあんまりファイアーボール連打でも良くないのかもしれないな。どうなんだろうどうなんだろう。吹雪ブレスは守れ、間に合ったかな間に合ったかな。どう、守れてるね守れてるね守れてる。ナイスではあるんだけど、ここはルル君、マジックポイントがもうないから劣化切り多分マジックポイントが足りない。危ない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 。体力回復だけしておこう。危ないか危ないか危ないか。結構動きが早くて、戦えセバさんも戦ってくれてはいるけど、これ取る。これでよしよし、劣化切りマジックポイント32だね。覚えとかないと覚えとかないと。危ない、これは守れ、間に合った間に合った、今のこれは間に合った、守れてない気がするね、守れてない気がする。ごめん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 。
いや時間ない、時間ない、ティアウォールだ、ティアウォールをしてくれて体力は回復してもらえるんだよね、ティアウォールって。マジックポイントが全部回復してくれるとありがたいんだけど、そうはいかない、そうはいかない、ルール君の時間がないからオリバー君に帰るしかない。ここはマジックポイントゼロか、ゼロか、アイスボールが来ちゃう。守るはできてる、ナイスではあるけど、あーマジックポイントどんどん取っていきたいけど、これはこうが取るね。ヒーリングポルカしてくれている、ルール君の時間が回復してるから、ルール君、うん、ルール君の戦え、霊気ガードを今もしかしてキャンセルできたかもしれない。さてさて、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。